はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。やすし様、子猫のしっぽ1号2号様、よしの様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。NHK スクランブルでも無事終了いたしました。今回も多くの方にご参加いただきました。誠に誠にありがとうございます。なんか前回よりも多かった気がします。ちょっと正確な数字わかんないんですけれども、後ほど動画をアップいたします。その動画から何人ぐらい来てるかななんてちょっと見てみてください。今回もテレビ、新聞は一社も来ませんでした。平成のくじでも、令和のスクランブルでも、ですかね。NHK、警備員増やしてました。警備員増やしてて、でね、バリケードみたいなのも、囲っちゃって、南門なんかね、1メーターに1人ずつ立たして、5メートルぐらいの出入り口に5人立ってて、警備会社の支払い増えた分だけ NHK にダメージ与えたかな、思います。まだまだ続けますんで、スクランブルデモは NHK がデモを報道するまで、放送するまで、どっかね、どっかのテレビ局裏切って放送来ねえかな、思ってるんですけども、今日は生配信の方が3名ほど配信に、来てくれました。次やるときは生主さんとか募集しようかな、思っております。TBS 報道、小西博之猿番族発言謝罪会見を見た立憲幹部、名前は出てませんでした。これじゃ記者恫喝会見じゃないか、頭を抱える。本人の態度次第では追加処分も検討するだそうであります。一般反応です。入院生小西がってことだな、これ。どんどん自滅、追い小西、追い恫喝とか追い脅迫とか言われてました。一般人なら病気入院反省してないやつの行動そのもの、どうせ産経だろと思ったが TBS か、これはもうダメだね。近所の立憲候補の事務所がお通夜モード。立憲の評判、落としまくってますからね、この小西はね。いや、まさに立憲議員らしい振る舞いだったと思うが、これで安心して亡命できますね、と。面白かった表現なんですけど、小西に関してね、追い脅迫、追い小西、ギャーギャー騒ぐ、アホな小型犬、壊れたおもちゃ、ミスター恫喝。ミスター恫喝っていうのかな、立憲議員の鏡などなど、ああやって発狂したりギャグ切れしたり開き直ったりニヤニヤしながら変なこと言い出すのを小に知るっていうのも、出てましたね。もう同志化してしまっております。統一選惨敗はですね、小西のせいにできてよかったじゃないですか。どうせ惨敗するんだからさ、そうなったらそうなったで小西の責任追及総括が始まるんだろうけど、立憲幹部の皆さんね、小西を詰めたところで何の意味もないですよ。無意味です。世の中ですね、殴られても分かんない人間っていうのが存在するんですよ。NHK とフジテレビをですね、法的措置で脅した小西に TBS も忖度やめたみたいですね。一方テレ東はこんな画像を作って小西をおちょくるのでありました。まあ、こちらですね。これ泉の記者会見の時に産経記者が僕のことを脅してましたよって、暴露した時の泉の顔、あーっていう顔なんですけど、一般反応です。やだ、テレ東さん、超面白い。声出しておると、保存した。これは法的措置、不可避。テレ東が小西に訴えられるっていう意味でしょうか。はい、今日中に刑事告訴。なんで刑事なんだ。NHK は昼も夜も完全にする。小西がちょっと嬉しそうでムカつく。息子の悪事を聞かされて頭を抱える父親の図。テレ東は小西が言い逃れできないように会見もほぼノーカットで放送しておりました。立憲の忖度が少ない局なんでしょうかね。比較的っていうことなんですけど。一方、OB の安住淳に、俺の発言を9時のニュースで流せ、強要される NHK はですね、忖度が強いようで、完全スルーだって。何が公共放送なんだかね。受信料が公共料金って言うんだったら、電気、ガス、水道みたく、滞納したら、電波止めてくれって。要するにスクランブル放送なんですけどね。それが、公平じゃねえの、思いますよ。今日の追い子にし、
NHK フジテレビ、産経新聞と法廷闘争のため募金呼びかけ募金呼びかけ開始。あらゆる手段を講じて報道姿勢の改善を求めたいと法的措置を示唆し、活動資金の寄付を呼びかけたと。これどこのあの記事だろう。一般判断です。金持ってんなら自前でやれ。寄付するやつなんかいるんかな。それがですね、小西のツイートって毎回いいねが300ぐらいつくんですよ。だから割といるんじゃないかな。ハードコアなディープなパヨが寄付すかもしんないな。変更報道から自分を守る党でも作ったら、普通の感覚ならしばらくおとなしくしてほとぼり冷ますだろうに。毎日自己正当化してないと怖くて仕方ないんだろう。朝日にまで噛みついてる。オフレコならヘイトスピーチ OK って堂々と言える国会議員。選挙前なのに立憲は大変やな。なんで法廷闘争かっていうとですね、小西、オフレコで発言直後に撤回したのに報道した。法的措置。時事通信、オンレコだし撤回してない。毎日新聞、オンレコだし撤回してない。 TBS オンレコだし撤回してない。小西、オフレキじゃない、オフレコじゃなきゃあんなこと言うわけないだろ。よってオフレコ訴える。皆さん金ちょうだい。すっげえ理屈なんですけど、まあ、知ってたけどこれは本物の〇〇ですね。裁判官にその理屈通じといいっすけどね。コラボ、東京都に無慈悲に切られました。委託事業なし、民間助成金なしと。ニート無能さん、今年度は全て寄付でゼロから活動していかなければなりません。ああ公金1円も入んねえ。4月1日だもんね、そういえばね。都庁にですね、バスカフェやらせろーなんていう抗議集会やってるからね。で、主催者発表で120人集まった。共産都議も12人集まったなんてやってっから、まあ、都からめんどくせえなって思われて当然ですわ。これはですね、若草ボンドパップスに追及がいかないように、コラボが切られるように、東京都から、やった抗議集会ではないかって深読みしてた人いますけれども、まあまあ長年ですね、パヨの観察してる私からすると、脊髄反射で口答え、論より大声嫌がらせ、最後は暴力っていう、まあ、パヨの行動様式そのものなんで、素でやってたんじゃねえのかな、ちょっと思いますけれども、ひまそらさん、コラボの公金流出は止まった。あとは返金訴訟頑張ります。WBP の方が問題が大きい。引き続き追及頑張ります。だそうで。まあ、コラボ切ったぐらいで、コラボ潰したぐらいで許さねえよ、ということなんですけれども、これね、全国の公務員が勉強すべき事例ですよね、これ。ことの経緯を、勉強、つまびらかに、自分とこの、委託事業や補助金事業に、WBP みたいなずさん会計、あと事業報告が適当なものがないか、見直した方がいいですよ、これ。よくある誤解なんですけど、事件が発覚してから出張しても、自首にはなりません。これは私も最近知ったんですけれども、警察がですね、事件を知る前に出頭しないと刑軽くならないんだって。つまりですね、遺体が見つかる前にあそこに埋めましたとか、言って出頭、つまり事件を警察に教えるとともに自分が犯人だと自白するっていうことをして初めて刑が軽くなんだって。で、遺体が見つかって、これは殺人だなって、警察が判断してから、のこのこ出頭してもダメなんだって。びっくりですね。ですんでね、今回は、ひまそらさんに、住民監査請求されて、されてから、なんか、吸ったもんだ、吸ったもんだ、再監査、なんつって、ぐずぐずの、ぐだぐだの対応してましたけれども、これじゃあダメなんだよ。他人に言われる前に、住民に言われる前に、自分らで発見して、是正しないと、罪は軽くなりません。さて、今回東京都、WBP の監査は、これからだっちんですけど、さて、何人の、都職員が、処分されんのかな。まだまだ続くよ。コラボ問題って感じですよね。4月8日、メールトーン様限定懇親会やります。
まだ枠余ってますんで、ご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。